ワン、ツー。 NCT プレゼンツ日向祭り。さあということで、冒頭から突然失礼いたします。今日の日向祭りは特別編、日向祭り的新潟スイーツ部スペシャル。こんばんは、 NGT48 新潟スイーツ部部長の本間日向です。高野さん、ピロンさん、今日はいつもと入りが全然違いますが、準備はどうですか？バッチグーです。お腹減った。よろしくお願いします。お願いします。甘い感じで。はい、そうなんですよ。もうスタジオの中は甘い空気に包まれているのですが、毎月第1週は BSN 公式 YouTube チャンネルで好評配信中の NGT48 新潟スイーツ部と連動してこのコーナーをお送りしているのですが、先月は新年度初回の放送ということでお休みさせていただきました。そこで今回はそれを取り返してしまおうと、スイーツだらけの、いや、スイーツまみれの日向祭りをお送りしていきたいと思います。素晴らしい。はい、それでは早速ゲストを紹介していきたいと思います。 NGT48 の電車女、佐藤海里ちゃんです。はい、日向祭りお聞きの皆さん、お久しぶりです。 NGT48 ザラフト3期生の佐藤海里です。これは一体オープニングトークなのか本編なのか、まるで自分が山手線に乗っているのか京浜東北線に乗っているのか全く分からなくなってしまった気分です。どういう気分ですか？言ったね、かえりちゃんね。どんな気分？ちょっと、ね、でもかえりちゃん、あの、うん、これ忠実に台本読んでくれてるだけなんですよ。そうなんですよ、ね、ちょっと私も混乱してます。今日はスイーツスペシャルということで、はい、かえりちゃんがね、いい香りするよ、なんとおすすめスイーツを持ってきてくれたそうなんですよ。はい、そうなんです。私は新潟県上越市を走る越後ときめき鉄道のスペシャルアンバサダーをさせていただいているんですけれども、今日は皆さんに越後ときめき鉄道で提供されるおすすめのスイーツを持ってきました。ありがとうございます。はい、まずは、私が発案させていただいたいちごの米粉マカロンケーキ、そして、三村ひのちゃん、はい、同じアンバサダーの三村ひのちゃんが発案した越後姫プリンを持ってきました。やった、美味しそう。私たちの手元にはもうすでにあります。そうなんです、はい、私には、はい、私の方にはかえりちゃんが発案してくれた米粉のいちごのマカロン、見た目が可愛らしいですね。そうなんですよ、色がすごい可愛いし、あのいちごがね、ドンと半分丸っと乗ってるのがすごい豪華なマカロン、女子が好きそうな色合いだよね。映えるよね、本当に。プリンはどうですか？プリンの方は、ね、はいはい、ひのちゃんの名前が入った、これはプリントされたチョコかな。そうなんです、砂糖チョコみたいになってて、甘いんですけども、結構ね、サイズ感はね、手頃な感じなんだけど、ずしっとしてるよね。中身が詰まっている美味しそうなプリン。こちらはですね、ただいま好評運行中の越後ときめき鉄道観光急行スイーツコース NGT コラボコースで提供されている、私佐藤海里と三村ひのが考えたスイーツになっています。ね、YouTube とかでもね、ずっとね考案してたもんね。そうなんです、話し合っててね。そうなんです。なので気になった方はぜひそちらの方も見てください。よろしくお願いします。お願いします。いっちゃいます。食べちゃいますか？お腹空いたんだよね。食べちゃおう、食べちゃおう。僕ら日向が越後姫プリンをいただきます。いただきます。これじゃあチョコレートもここも食べていいんですかね。プリントロトロ、いただきます。いい甘さ加減ね、これ。そうだね、中にイチゴ入ってるんだ、中にイチゴが入ってるんですか？プリン自体がイチゴ、あのね、イチゴをちょっとこう潰してある感じの入ってるの。そうだね、だ酸味もあって、プリンの中にイチゴ、本当だ、トロトロプリンですね。めちゃくちゃ美味しそう、じゃあ私たち、これうまい、マカロンいただきます。ほい、ハクハク、甘くて美味しい。いちごの、あの甘い香りが、はい、もう口の中にいっぱいに広がります。広がってますか、めちゃくちゃ美味しい。なんか半分になってるいちごもすっごい、なんか甘さがいっぱいに口に広がって、とってもジューシーで、なんか自分が発案させていただいたんですけれども、そうだよね。出来栄えは何点ですか？120点です。さすが、超えましたね。美味しすぎる。あとは、越後姫ショートケーキと越後姫ジュレタルトの合計4種類のスイーツを味わうことができて、これにコーヒーと乗車記念の私とひののポストカードがついて、
ランチョマットもね4月29日から追加されて、一緒に映え写真などが撮れるようになってます。いいよー、ね、そうなんですよ、ファンの方結構ね、こう撮ってくださるので、うん、こう私とひろちゃんと一緒に写真に収めていい思い出にしていただけたらいいなと思っています。ポストカードとねこのランチョマットとあと美味しいスイーツがついて、税込みお一人様3300円になっています。はい、もう本当にお買い得なのでね、皆さん運行日など詳しくは越後ときめき鉄道のホームページなどでご確認ください。はい、というわけで、はい、あの一生懸命食べてました、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、日向完食です。僕ら完食してました、ひろちゃんの、はい、かりちゃんがいっぱい喋ってくれてた、ありがとうございます、助かりました、食べちゃいました。こういう時いいよね、かりちゃんいてくる、助かる、かりちゃんありがとう。というわけで、はい、オープニングからいきなりスイーツが食べられるという幸せをもう 100% 感じたわけなんですけども、今日はこの後もどんどんスイーツが登場するらしいですよ。すげえ、はい、なので私たちもスイーツを楽しみたいと思います、はい、リスナーのあなたより私たちがお楽しみに。ワン、ツー、 NCT プレゼンツ日向祭り、日向祭りをお送りしています。お相手は NGT48 の本間日向と佐藤海里と日向貴則とピロンです。さあ今日の日向祭りはスイーツ祭り、日向祭り的新潟スイーツ部スペシャルをお送りします。この時間はスタジオに新潟県村上市の桃川農園からご存知佐藤ゆずるさんがスイーツと一緒に来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あら、いい声じゃないのダンディね今日もねゆずるさん、何回目ですか日向祭りは。もう本当にたくさん来てくれて、4回目になります。私よりも多い、すごい、かえりちゃんより多いっていう、せやね。焼き芋プリンでおなじみの桃川農園さんですが、はい、うん、なんと新しくパン屋さんをオープンさせるそうで、はい、お、そうなんです5月19日のオープンを予定しております、はい、桃川農園ベーカリーといいまして、はい、農家が作る、うん、野菜が主役の農家パン屋をオープンさせたいと思っています。どんなパンがラインナップであるんですか。はい、うん、当店一押しで、本日お持ちしてるんですけれども、うん、焼き芋アンパンということで、今日は、紅はるかというさつまいもを焼き芋にして、うん、はいはい、その焼き芋の美味しさを本当にふんわりした生地で包み込んだ県内産の小麦粉を使ったパンで包んで焼き芋あんパン作りました。めちゃくちゃ美味しそう。手元にあるけど、はい、すごい、いいですね、サイズ感もちょうど可愛い、ね、食べ頃な感じで、はい、そうですね、あともう一つ、はい、越後姫のミニコッペパンなんですが、はい、こちらですね、すごく越後姫をたっぷり乗せて、うん、あとは本当にシンプルな生クリーム、はいはい、そこにちょっと懐かしいコッペパンを焼き上げて、一緒に食べていただけたらなと思って、いちごはね、はい、4つもいちごドーンと乗ってますね。このコッペパン1つに2個分のいちごが入ってるんですね。すごいいちごだな、贅沢だぜ、すごい。それでは今日はゆんずるさんが持ってきてくださったこのいちごのコッペパンと焼き芋あんパンを食べていきたいなと思います。食べちゃ召し上がってください。じゃあ高野さんとピロンさんは焼き芋あんパンで、はい、私とかえりちゃんがいちごのコッペパンをいただきたいと思います。これは袋から開けた瞬間いい香りだよ。みき店長が心を込めて作ったパンですので、うん、はい、あんパンからいただきます。いただきます。焼きたてらしいですからね。焼きたてです、はい、あら、うまいわこれ。あの余計なものが何も入っていなくて、あ、本当にさつまいものあんだけですので、ずしんときますね、シンプルに、はいはい、健康志向の方にぴったりだと思いますね。ヘルシー、ヘルシーで、はい、やっぱちょうどね、健康に考えなきゃいけない年齢なんで、そうですよ、そうですよ、健康診断ちょっとあんま良くなかったんだけど、ね、おいおいおい、でも素材の味が、うん、存分に生かされた、いや本当そう思います、はい、うん、はい、それでは私たちはいちごのコッペパン、はい、いただきます。いっちゃって、うまそう。
美味しい、うん、いちごがすごくフレッシュで、はい、生クリームがすごいスッって溶けてくれるんですよ。邪魔してないってことね、はい、いちごのフレッシュさが口の中でしっかり、はい、あの味わえるのがすごく美味しいです、はい、なんか口の中が充実してます。充実している本当に充実農家パン屋の思いがなんかこう伝わって、はい、はい、ありがたいですね、はい、いい意味で本当シンプルだもんね。生クリームとパンといちご、はいはい、パン屋さんのオープン本当に本当に楽しみなんですが、うん、やっぱり桃川農園さんといえば焼き芋プリンですよね、うん、はい、この番組でも何度も何度も、はい、いただいてきました、うん、ということでまたぜひ味わいたいということでこんな企画がご用意されております。なんだ山手線ゲーム出た。桃川農園さんの焼き芋プリンは絹芋、紅芋、紫芋の3種類があるのはお分かりですよね。ですね、うん、ということで高野井さん、ピロンさん、はい、私、かえりちゃんで山手線ゲームをして3つのプリンを分かち合おうというものです。お、はい、分かち合おう、分かち合うわけね。焼き芋プリンは 3つの味があるので、うん、あるある、今日はこの山手線ゲームに参加するのが4人ということで、ほら来た、いやらしいわこれ、はい、1人だけ。じゃあ何でピロちゃん我慢する。いや私焼き芋の私よ。いや焼き芋の私よ。焼き芋の私よ。いや食べたいよやっぱり。食べたいよ、ね、ここまでね。ピロンさんは山手線ゲームで結構だいたい負けてますね。そうすごく悔しい。でもカリちゃんまだ焼き芋プリンはまだ初めてです。あじゃあなので絶対に私は食べたいよね。食べたいです私は。絶対に私は。いや絶対に私はですよ。はい、私もです。おあなたも。私も。私もよそれは。はい、ということで、はい、早速ね、はい、あの私たち山手線ゲームに挑戦していきたいと思うのですが、うん、お題はパンはパンでも食べられないパンです。めっちゃ難しいやつ。パンはパンでも食べられないパンってことですね、はい、そうです。ということで早速やっていきます。山手線ゲーム、イエーイ。パンはパンでも食べられないパン、フライパン、ーノーパン、ピーターパン、パンダ、あそうきたか、アンパンマン、そういうことか。うわー、あーはい、ブブー、2周目ですまたダメやん。脱落者はピロンさんです。そうだよ、ノーパンなんて言ったらそうなるよ。他にあったということで、それではプリンを食べていきましょう。やったー、やったぜ。いただいていきましょう。いただきます。絹芋プリン、キンキンに冷えております。はい、冷えております。ゆんずーさんありがとうございます。ゆんずーさんいただきます。いただきます。あ、このね、これはだいたいこういう寂しい絵が僕は似合うんですよね、やっぱり。一年中焼き芋食べてください。いや大事ですよね。ゆんずーさん毎回うまいけどめちゃめちゃ美味しいです、はい、うん、わお、焼き芋プリン自体私初めて食べたんですけど、うん、こんな味がするんだって。一年中焼き芋感じてください。一年中焼き芋感じてください。いいね、そのフレーズいいです。これね、今まで食べたプリンの中で今日一番うまい。一番腹立ちますよ、それ。あなた本当に美味しい。これは本当にうまい。最高です。はい、ということでこの時間のゲストは新潟県村上市から桃川農園の佐藤ゆずるさん、ゆんずるさんにお越しいただきました。ゆんずるさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なお桃川農園さん、そして桃川農園ベーカリーさんは NGT48 新潟スイーツ部でもお邪魔しています。こちらは5月17日水曜日に BSN 公式 YouTube チャンネルにアップされる予定です。こちらもどうぞお楽しみに。ワン、ツー、 NCT プレゼンツ日向祭り、日向祭りをお送りしています。お相手は NGT48 の本間日向と佐藤海里と日向貴則とピロンです。さあ引き続き日向祭り的新潟スイーツ部スペシャルをお送りしていきます、はい、この時間はスタジオに新潟県燕市のクレープショップフランボワーズさんからオーナーの本田則夫さんにお越しいただきました、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。4月から、はい、日向ファミリーに、参加させていただきました。クレープショップフランボワーズの本田則夫と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、フランボワーズさんは私たち NGT48 をずっとずっと応援してくださっていて、はい、本当に本当にメンバーも大好きなお店なんです、はい、改めて NGT48 応援しようと思ってくださったきっかけっていうのはあったんですか？はい、5年前、NGT がメジャーデビューする前に、はい、某局の深夜番組で、メンバーの方々が、お笑いのロッチさん等が、当店にお見えになりまして、それから、グループを応援させていただいております、はい、あの街ブラがきっかけだったんですね、めちゃくちゃ嬉しいです、魅力ながらも応援させていただいております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。家族の付き合い、じゃあちょっと聞いてみちゃおうかな。おお、聞いちゃう。ズバリ今の NGT48 のメンバーで推しメンは誰ですか？おお、西方さん。おやおや、あ、今なんて言ったっけ、今、ね、マリちゃんってさ、結構ガチだね。そうなんですよ。マリちゃん、マリちゃんを推しって、西方さん、はい、あら、聞こえた今の、ちょっとね、あの耳がおかしかったかもしれない。マリちゃんっていう答えは、あの改めてなんですけど、推しメンは誰ですか？また聞いた。藤崎さんですか？あらいいね、いいよね。そうかそうか、藤崎ちゃんもいいわよ。藤崎さんとの言うかない。いいよ、今日ここは日向祭りですし、うん、そうだよね、そうだったね。まあ、やっぱりフランボワーズさんはこの春からね、はい、日向祭りファミリーということで入っていただきまして、いやもう本当にね、感謝だよね。はい、感謝ですし、もうビッグラブですよ、ビッグラブ。推しメンは誰ですか、はい、本田さん。もちろんファミリーに入りましたので本間さんです。佐藤帰りも入りますね。帰り祭りも入りました。はい、帰り祭りも。フランボワーズさん、こんにちは。こんにちは。はい、推しメンをお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、海里さんですかね。海里さん。海里さん。海里、あれ、海里、海里、ね、海里さん、あれ、あら、なんか私の名前と似てるんですけど違う。違う、確かに違う。ご本人がつぶやいてらっしゃったかな。もしかして、はい、フランボワーズさんの推しメンって、はい、私ですか？はい、そうですね。あら、でもなんかちょっと先ほど日向さんにも何回も聞かれてたから、はい、本当なのかというか、なんかちょっと、何やねこれ、私を一番にしてくれないと、なんかちょっと、なんかちょっと、さすがアイドルの戦いやな。アイドルとしてやっぱり一押しを勝ち取らないといけないので、そうなんですね。ここはどうすればいいんでしょう、私も悩むところで、お二人を目の前で困らせちゃいましたか。じゃあ今日の推しメンは、私とカエリちゃんっていうことで。そうですね、はい、いいですか、もちろんです。納得です。納得してくれました。納得です。それでご勘弁をお願いいたします。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今日はどんなクレープを持ってきていただけたんですか？はい、気になります。今皆様手に持っていただいている、はい、そうなんです、フランボワーズスペシャルと言いまして、当店の名前をつけまして、そのフランボワーズは、甘酸っぱいフランボワーズソースを添えております。どうぞお召し上がりになっていただけますか？ありがとうございます、はい、うん、上にね、たくさんフルーツが乗ってるんですよ、はい、いちご、キウイ、ブルーベリー、いや盛りだくさん、はい、いろいろ乗っております。それでは私たち4人早速いただきます。いただきます。おいしい、フランボワーズ、この上のソースとまたフルーツとクレープが、合うね、合いますね、すごい、中までフルーツぎっしりで、ね、まさにスペシャル、スペシャルです、めちゃめちゃおいしい、これはいくらでも食えるな、いくらでも食べれますよね、食べれる、食べれちゃいますよ。なんとですね、はい、今日フランボワーズさんはもう一種類クレープ持ってきてくださってるそうです。マジですか？モアクレープですか？そうなんですよ、もう一つお持ちいたしましたのは、これで
8代目になるんですけど、バージョン8になるんですけども、はい、フランボワーズ48という名称の、はい、フランボワーズ48、すごい、クレープをお持ちいたしました。48、 NGT48 さんの、はい、曲が出る、新曲が出るたびに、うん、私の方であの、うんうん、いろいろジャケットとか見ながら、うん、イメージして、うん、はい、毎回作ってるクレープ で、 今回こうやって本間日向さんが、うん、センター曲なので、うん、この番組にこれを持ってこないとと思いまして、うん、はい、お持ちいたしました。わやったら嬉しいんじゃないこれ、はい、ね、あの私のセンター曲の渡り鳥たちに空は見えないをモチーフに作ってくださったということで、うん、上にね、あの渡り鳥のような白鳥のような、うん、はい、クッキーが、うんうん、はい、乗っかってる、乗っかってるのよ。ちょっとそれ食べたい、サクッとしたいと思う。食べたい、俺は絶対に食べたい。でもですね、はい、これ、うん、やっぱり3個しかないんですよ、はい、なるほど、本田さん、そこは3個なんですね。そうですね、どうして4個じゃなかったんですか。そこ分かってるな。皆さん準備はいいですか。はい、はい、再びやってきますよ。やだよ、まさか山手宣言、ま、心に闇を抱えるスタッフさんはオーナーの本田さんにこう言いました。おすすめの クレープは3つでいいですと言ってくれたんですね。わざわざ本当に最低だ。今回のお題はフランボワーズさんがある新潟県燕市といえばです。おお、地元の燕市ね、はい、あの燕市ですよ、高ちゃん。そうですよ、うん、ということで早速やっていきます。山手宣言、イエーイ。燕市といえば新幹線がある。さとちん、海もある。そうだよね、今ね、海ないの。今ですね、あの審議の結果が入りまして、燕市に海はございません。ないですね。ということになりました。あ、ギリギリないんだ、海。まさかの。じゃあセンターの日向はセンターのクレープなのに食べられないということで。そういうクレープです。日向、はい、優しさですよ、これは。そうだね。高成さんとピロンさん、はい、かえりちゃんが、はい、クレープを食べられます。やったー、ヒェー、スペシャルバージョン。どうぞお召し上がりください。やったー、すみません、日向さんありがとうございます。いやいや、悪いわね、センターに言われたからには。悪いわね、はい、センター。もうバクバク食べちゃってください。いただきます。あら、これうわー、うまい、うまい、なんだこれ、クッキーサクサク、いやー、いいなー、これ食べれない人いるんだね。隣あら、え、センターさん、センターさん、でもさすがセンターの豚のあれです、クレープですよ。うわね、めちゃめちゃうまいよこれ。いいですね、おいしい。じゃあ皆さんもぜひ、うん、はい、フランボワーズさんに行って食べてみてください、うん、ということでこの時間のゲストは新潟県燕市からクレープショップフランボワーズさんの本田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。食べていただいて、はい。なお、クレープショップフランボワーズさんは NGT48 新潟スイーツ部でもお邪魔しています。こちらは5月31日水曜日に BSN 公式 YouTube チャンネルにアップされる予定です。こちらもどうぞお楽しみに。 1,2 NCT プレゼンツ日向祭り、日向祭りをお送りしております。お相手は日向貴則とピロンと NGT48 の本間日向と佐藤海里です。さあ、あっという間にエンディングのお時間となりました。どうでしたか今日の放送は。こんなにお腹いっぱいになって、うん、ずっと食べてた。そうですよね、ずっと食べてたね。なんか私最後食べれなかったですけど、うん、それでもお腹は、お腹がね、はい、はい、満足感高いですよ。確かに。そうですよね。でもやっぱあれはね、食べるべきの味でしたね。なんでね、かえりちゃん絶対食べるべき。あれは絶対そう知ってるよね。料金がもうとにかくこんな食べた瞬初めてじゃない。初めて、ええ、びっ
くりです。美味しかったよ。幸せな週でしたけれども、かえりちゃんどうでしたか。はい、今日は約1年ぶりの2回目の出演をさせていただいたんですけれども、はい、うん、いやもうこんなにも豪華な回に呼んでいただけても本当に幸せでしたね。 いい回だったかえりちゃん。本当そう、本当に合間なくどんどんスイーツが出てきて、はい、スイーツビュッフェかと思ったもんね。わかります。確かに全部美味しくて、ね、なんかこれだけでお腹いっぱいで楽しかったです。よかったです。また来てください。はい、さあということで、この番組の模様がなんとテレビでも見ることができます。お、今夜の11時からケーブルテレビ NCT のコミュニティチャンネルでご覧いただけます。タイトルは BSN ラジオ日向祭りウォッチング。無料のアプリ NCT コネクトをスマホやタブレットにダウンロードすれば全国どこでも見ることができますよ。 NCT コネクトのコネクトビデオでは月曜正午から金曜正午までのアーカイブの配信もありますので、そちらもご覧ください。はい、日向祭りお別れのお時間です。お相手は NGT48 の本間日向と佐藤かえりと日向貴則とピロンでした。バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあどうでしたか。結構お腹いっぱいじゃないですか。お腹いっぱい、こんなにいっぱいになるってぐらいね。すみません、たっぷり入りましたね。はい、日向いたビュッフェだった。ビュッフェでした。スイーツビュッフェだったね。うん、うん、ね、美味しかったな。かえりちゃんいい会に来たね。本当にもう幸せです、この会に呼んでいただけてさすがアンバサダー。アンバサダースペシャルなだけあった、ね、すごいですね、うん、こりゃあ毎週こんなね形だったらもう、確かに最高なのにね。体重はだいぶウェイトがキープになりますけど、体重祭りでいいんじゃないですか、ね、体重祭りそういうことですか。それ全部美味しかったですね、美味しかった。ユンズルさんもそうですし、うん、本田さんもそうですけれども、ね、あとかえりちゃんのねスイーツもめっちゃ美味しかった、うん、鉄さんそう自分の考えたのがメニューになるっていうのはすごいよ ね、うん、ね、いや確かにすごい忠実に再現していただいて、うん、どうやって決めたの、どうしてマカロンしたの、マカロンはやっぱりなんか NCT の中でメンバー人気すごい高いじゃないですか。そう、メンバーめっちゃマカロン好きなんですよ。仕入れとかでいただいた時もマカロン大人気で、うん、なんかそこからこう若い方にも若い女の子とかにも好きなメニュー何がいいかなと思ってマカロンにしたのと、やっぱり可愛らしいいちごピンクっていうのをイメージして確かに確かにありました。めちゃくちゃ良かった。ひのチョコも良かったよね。ひのチョコ、うん、ひのチョコ、うん、プリンの上に乗っかってたね。そう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 、ね、自分の名前がみたいな。プリンの中にいちごがまたちょっとね、うん、入っててこう酸味を感じながら甘いプリン感じが美味しかった、ね、すごい美味しかったですね。ねえ、でもねいろいろ美味しかったね。ランチョマット欲しいですね。あ、嬉しいです。ランチョマット、ポストカードもあるのでぜひ、うんうんうん、皆さんぜひチェックしてみてください。うん、というわけで、うん、ありがとうございました。見てねまた。